糸を幼げにのみ見えたまえば心安くて、大人おとなしくおやめきたる様に、昔の大恩筋をも尋ね聞こえたも、中納言の目のとという飯入れて、同じかざしを尋ね聞こえれば、かたじけなけれど、若の様に聞こえさすれど、ついでなくてはべりつるを今よりは疎からず、あなたなどにも、あなたなどにも、ものしたまいて、怠らんことは驚かしなども、ものしたまわんなん、うれしかるべき、などのたまえば、頼もしき見かけども、に、さまざまに遅れ聞こえたまいて、心細げにおわしますめるを、かかる恩許しのはべめれば、ますことなくなん思うたまえられるける。そのきたまいにし上の恩心向けも、ただかくなん恩心隔て聞こえたまわず、まだ言わけなき恩ありさまをも、育み立てまつらせたもうべくぞはべりし、うちうちにもさなん頼め聞こえさせたまいし、など聞こゆ。いとかたじけなかりし、おおんしょうそこののちは、いかでとのみ思いはべれど、何事につけても数ならぬみなん悔しかりける、と安らかに大人びたる気配にて、宮にもおおん心につきたもうべく、えなどのこと、ひいなの捨てがたき様、若やかに聞こえたまえば、げにいと若く心よげなる人かなと、幼き恩心地には打ち解けたまえり。この女三宮のご様子は、大層幼げな様子にお見えになったからして、それが心安くって、なんか親しい気持ちになるわけですね。で、おとなしくおやめきたる様に、紫の上の方ではおとなしく、年上で経験を積んだ人らしく、おやめいたる様子で昔の恩筋をも尋ね聞こえたも。恩筋ってのは家筋、あるいは親類筋のことですね。この二人は、つまり血筋の上から行っていとこ同士になるわけですから、お互いの共通の親類筋のことなどを尋ね申しなさる。もちろん話は紫の上の方からこう仕掛けていくわけでしょう。中納言の乳母と三宮好きの乳母の中納言の乳母という人をお召し出しなされて、そして、同じかざしを尋ね聞こえれば、かざしはこの場合は家系あるいは祖先の系譜ということですね。まあ同じ筋目をお尋ね申せば、たどり申せば、かたじけなければ
恐縮なことだけれども、あなた様と私とは若の様に聞こえさすれと、つまり三宮と私とは切っても切れぬ間柄を世間では申し上げておりますけれども、聞こえさすれどっていうのは、三宮と紫の上の間柄はもともと親類筋なんだ、近しい親類筋なんだというふうに世間では言っておりますけれども、実際にご挨拶をする折もなくっていました。それが今よりは疎からず、これを機会に以後は疎々しくなく「あなたなどにももの下まいて、あちらの方へも折にはお出かけなさいまして、あなた今いるところから自分のいる方をあなた、あちらの方へも折にはお出かけなさいまして、怠らんことはおどろおどろしかしなども物したまわんなん嬉しかるべき、私が心届かないでおりますことなんかは驚かしなども物したまわば、この場合の驚かすは、びっくりさせるというよりは気のつかないことをはっとこう気づかせてくださる、まあ、さらに平たく言えば注意なすってくださるというふうなことです。私がうっかりしておりますことなどははっと気づかせてくださることなどかもなすっていただいたら、それは嬉しいことでございますよなどとおっしゃるというと、やっぱり中納言の乳母を読んで、そして中納言の乳母を仲介者として、こう言ってるわけですね。つまりそれほどこの女三宮なんか幼げな感じで、紫の上がそんなふうなこう配慮をしたわけでしょう。でそれに対して乳母中納言が頼もしき見かけども、あるいは御かけでも結構ですが、共にさまざまに遅れ聞こえたまいて信頼なすっていらっしゃいました、あの父の帝、あるいは母親、母もすでに亡くなっている、それから父の朱雀院は出家しておしまいになった、そういう信頼なさるっている方々なんかにそれぞれ遅れておしまいになって、心細げにおわしますめるをと、心細そうにいらっしゃいますのをこんなふうなあなた様のお許しがございましたからして、それに勝ることなく、勝ることはないほど頼もしく心強くというふうなことを補っておけば一層よくわかりますね。ありがたく思われることでございます。よう背かれました、ご出家なさいました
御カルトの御志といたしましても、朱雀院がかねてからご配慮なすっていらっしゃいましたその点におきましても、ただ各難御心隔て聞こえたまわず、まだ言わけなき御有様をも育み立て祀らせたもうべくぞはべりし、朱雀院がお心の中でこの姫君に対してお心向けをしていらっしゃいました、その点がただ各難御心隔て聞こえたまわず、同じように全くこのようにお心隔てをお置きなさいませんで、紫の上が姫君に対して心隔てなどをお持ちなさいませんで、まだ本当に幼げでいらっしゃるそのご様子をも育み立て祀らせたもうべくぞ、心広くお育てくださいます、そのお気持ちこそ朱雀の帝のお心に願わしいものとしてお持ちになっていらっしゃいました、育み立て祀らせたもうべくぞ、紫の上がそういう心で新しく入ってきた、まあいわば古い言葉で言えば上成と小波という前妻と、そしてから後から入った若い妻ですね、その上成に対する前妻の妬みというのが上成妬みと言われる、あるいはその若い妻の方を古い妻が自分のそばについている女なんかを引き連れて荒らしに行く、それを上成妬みとか上成討ちというわけですね。これは恐ろしいでしょう。で、古事記なんかにも出てきますよね。前妻が食べ物を欲しいと言ったら、それは痩せたつまんないものをやっておけ、5歳の方が欲しいとやってきたら、それは身のたっぷりついた美味しそうなところをやるんだとかいうふうな、そんな歌があって、昔から上成と小波、前妻と5歳というものはなかなか複雑なものらしい、まあ、そういう結婚形態というのはもう非常に特殊な形しか後にはなくなりましたけど、古代へ遡っていくとそういう形が、そんなに珍しいことではなくあるわけですね、こんなふうに。で、まあ、そういうその若い女さんの宮である自分の姫君に対して、朱雀院がかねてからいろいろとあんなふうに心配していられた、そしてこの中納言が承っている朱雀の朱雀院のお言葉としてもご意思としてもそういうお言葉がありましたということを紫の上に言っているわけですね。まだ言わけなき御有様をも育み立て祀らせたもうべくぞはべりし、親しく養育していくようなお心でいらっしゃってほしいというふうなことがお言葉としてございました。うちうちにも左難頼み聞こえさせたまいし、
内輪話、内々の間の話、内輪話としても そういうことをあなた様にご信頼をおかけなさっておりました。紫の上の計らいを心頼みとなさっておりましたなどと申し上げる、まあ、こういうところなかなか心の配慮の届いた大人同士の話し合いですよね。いとかたじけなかれし御恩賞底の後は朱雀院からいただきました大変かたじけないお便りの院からいただきましたご消息ありがたいご消息の後はいかでとのみ思いはべれと、なんとかしてその院のお気持ちを受けて姫のお力になって差し上げたいと自分では思っておりましたけれども、何事につけても数ならぬ皆ん口を叱りける、何事につけてもこんなものの数でもない私ごときには十分に思いの届かない気のすることでございました。でちょうどいい機会があって安らかに大人いたる気配にいてお答えになさり、心安らかに訪問なさることのできたそのご様子の中で、紫の上もこんなふうにお返事をなさり、また宮に対しても三宮に対しても お気に召すように御恩心につきたもうべく、そのお心に召すようにえなどのこと、あるいはひいなの捨てがたき様、紫の上のようなそんな年頃になってもまだおひな様っていうのはなかなか捨てられないもの、今はあまりおひな様捨てることをしなくなりましたけれども、本来おひな様っていうのはあまり長く持っておくものじゃないんですね。捨てることをしないとあんまりおひな様やなんかが、おひな様だけじゃないんですけども、ちょうどなんかでもそうですけども、あんまり長く使っていると、水木しげるさんじゃありませんけれども霊がつくわけです。霊がだんだん大きくなってくるといろいろ災いを起こすわけです。ちょっかい出すわけです、人間にね。ですから怖いのは化け猫ばっかりじゃないのでありまして、古い道具なんかもあんまり長く使ってると、人間の思いがけない霊力を持つようになるわけです。古代人の霊魂観みたいなものが、我々の想像でした形であるわけです。で、ひいなのなかなかしかし、そんなことを伝統的に、知ってる人はおひな様、そんなに長く一つのおひな様を何年も持っているもんじゃないというわけです。しかしなかなか捨てがたい女の子の身にとってはね、そういう気持ち、そんな気持ちなんかも紫の上がこう話題にして、そして和やかに聞こえたまえば、
かにも若々しい感じでお話をなさるというと、三宮の方でも現に意図を若く心よげなる人かなと。紫の上様、初めて会った紫の上のお人柄が若くいかにも感じのいい人だなと、幼き御心地には打ち解けたまえり、まあ、うまく初対面が言ったわけですね。